はい、皆さんこんにちは。翻訳コンシェルジュのゆこにいこと松崎彦です。英単語が覚えられない方にやっていただきたいことということで、4年前にこういった動画を上げているんですけれども、それから4年が経ちまして、これは確実に結果が出ましたというやり方が一つ増えたのでご紹介しようと思います。こちらの動画の中では、まずこの、何でもいいんですけども、単語帳を買ったら2400語やらなきゃっていうふうに思うとなかなか進まないので、この中で本当にやらなきゃいけないこととか、優先して先にやらなければいけない単語がどれかっていうのを洗い出しましょうっていうお話をしたと思うんですけれども、それでもなかなか、手をつけられないっていう方におすすめの方法になります。基本的に本は一回閉じてしまったら開くことのハードルがとても高いと思ってください。なのでおすすめとしては閉じないで、このまんまレシピとかね、レシピ本を立てるようなブックスタンドみたいなものにこうやって立てて開いて置いておくとか、あとはコピー機がある方はコピーして壁に貼っておくとか、そういった方法もあると思いますし、あとは会社に行かれたりとか結構外回りが多い方におすすめなんですけれども、重いので本一冊丸々持ち歩かないで、一つ一つの単語のところを短冊状に切ってしまいます。切ってしまう、そういうやり方をおすすめしています。で、当然切ると裏が連動しない、要はこう、出る順パスタンの場合ですけど、単語があって意味があるっていう風になっているんですけども、それはもうちょっとこの場合はしょうがないので捨てて、出版社の方には申し訳ないんですけど、でも使わないよりはマシだと思うので使い方の一つとしてご提案したいんですが、切ってしまう。で、この短冊状になったものをクリップか何かで留めて、毎日20枚とか30枚持ち歩きます。ペンケースに入れたりとか、特別なケースを作ってそれに入れたりとかして、とにかく1日に何回も何回も目に入るようにするっていうことですね。昔はね、単語カードっていうのがあって、それ書き写してリングで留めて持ち歩いてたりとかしましたけど、せっかく買ったのでこのまま切ってここを利用すると。で、帰宅した後、家に帰ってきた後にその 2,30 枚を並べて、で、これはもう OK っていうものは、一回捨て、その覚えたぞボックスに入れる。で、これは危ないなっていうのは次の日も持ち歩く。で、もちろんダメなものも次の日も持ち歩く。で、それで、だいたい 2,30 個をキープしながら新しい単語をどんどん投入していくっていうのを毎日とにかく続けます。で、例えば土曜日とか日曜日とか週に1回はその週にあったものを全部カルタみたいに床に並べて、でもう1回見直して、でまた覚えたものと覚えてないものをこう仕分けしていくという、とにかく毎日目に触れさせるっていうことと、できてるものできてないものを棚卸しするっていう、これだけでもやったら全然違うというか、それさえも多分できてないことが大半だと思うので、これをやっていただいたところ、全員準一級なり一級なり、これをやった方は受かりました、この4年間で。なのでこれはぜひやってみていただきたいなと思います。それでもできない場合はコーチングプランにお申し込みいただいて、で毎日これをやりましたっていうのを写真を撮っていただく、撮るだけですので、今日やった30単語で、この列がもう大丈夫そうなもの、これがダメで明日また引き続き持ち歩くものっていうのを報告していただく、そういうやり方もありますよね。大手のコーチングスクールですと、これ以下とはっきり言っていいと思います。これ以下のサービスで月々30万とか、安くても10万とかはする世界ですね。私が知っている中で一番安くても3万とかですが、サービスの内容が全然違う、含まれているサービスが。なのでよく見ていただいて、
翻訳コンシェルジュのサービスがお得だなと思っていただけるようであれば、ぜひご検討いただければと思います。いわゆるコーチングプランっていうふうに名前がついているものは、グループレッスンだとか音読チェックとか日記チェックとかいろいろ込み込みになっているんですけれども、コーチングプランという名前ではないものでも学習管理だけ、今申し上げたその写真をパッと撮って送るだけ、報告するだけとか、音読ですね、発音とか音読をチェックするプランとか、日記を書いていただくプランとかいろいろございます。日記を書いていただくプランでも月々9900円なので、1日換算で言ったら300円、しかも31日あってもそこは別に日割りで計算してないのでかなりお得、もう数百円、ワンコインっていうか、ワンコインって500円のこと言うのかな、普通だとしたらワンコイン以内で英作文をチェックしてもらえるっていうのもあれですけど、させていただく、私はというプランなので、よくよく見ていただいて、ご自身に必要なものに合致するようであればご検討いただければと思います。その他にも、その人それぞれに合ったいろいろな単語の覚え方、単語以外の学習の仕方ご提案できると思うので、体験レッスンは3500円でお申し込みいただけます。とりあえず今日は単語帳の学習がなかなか進まないという方への、一つのやり方のご提案ということでした。はい、それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。